ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。サイズ、お値段等のお問い合わせは、ベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品ですが、2月の28日、ベルベジンね、23周年という形ですね。はい、28日の夜21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは、結構ねスペシャルなヴィンテージも混ざってます。あと今回 T シャツチャンピオンの質相当いいので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、チャンピオンバータグミディアムサイズ、一応で50-50の、ポリも混ざってますが、白ボディ緑の染み込みですね。はい、ミディアムサイズ、僕は小さめです。これね、女性が着ても可愛いですね。白 T シャツ、このねプリントも非常に可愛いと思います。はい、こちら7800円に消費税です。続いてバータグのラージ 100% コットンです。こちらははい、紺のノートルダム、はい、後ろはね無地です。はい、このラバーのねひび割れ、この袖のラインもいい感じです。このボディのねラージは少し細めです。僕はね少し小さいですね。はい、ナンバー T シャツとかで、ね、同じなんですが、僕だとね XL ぐらいを着ます。まあコーンとねもう定番のプリントですが、いいとプリントもかっこいいですね。こちらも7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオン、こうフットボールですね、ベースボールか、サイズラージサイズの 100% コットン。はい、まあ白にネイビーの袖切り返しです。そしていいですね、この染み込みのプリント、はい、最高にかっこいいと思います。はい、ちょっとね背中若干の染みっぽいのはあるんですが、そんなに目立たないです。こちらもね女の子がちょっと肩落としてね着ても可愛いですし、まあ、男性でもねもちろんかっこいいと思います。染み込みのプリントいいですね。こちら7800円に消費税です。同じくラージの 100% コットン、今度はプリンストンです。プリンストンの染み込み、はい、後ろは無地ですね。先ほどのようにね隙間落ちちょっとこういったダメージはあるのと、プリントが少しね薄い感じもありますが、このねあのフェードされてる感じも非常にいいと思います。ラージ僕はちょっと小さめです。ぜひね女性の方おすすめです。こちらも7800円に消費税です。続いてチャンピオン、フットボールのエクストララージ、こちら 100% コットンの赤、はい、このいい感じのひび割れプリントもいいですね。赤ですが背中は無地です。はい、これも、ね、色が少しフェードされてます。自分がねちょっとゆったりめで着れるエクストララージですね。赤ボディですが、はい、プリントもね可愛いんじゃないでしょうか。こちらも7800円に消費税です。安いですね。はい、続いて日柄ですね、ペンドルトンミディアムサイズ、ちょっとねグリーンベース、こう黄色とのねこのちょっといい感じのチェックがねいいですね。ミディアムサイズ僕はちょっと小さめです。結構着れる方多いんじゃないでしょうか。状態もねいいと思います。はい、色目もね綺麗です。シャドウチェックですかね。こちら7800円に消費税です。続いてもペンドルトン、はい、こちらミディアムサイズ、このチェックもねいいですね。ボタンがねこう結構この同系色、はい、古いタイプですね。グレーと赤黒チェックですが、こちらも状態は綺麗ですね。ミディアムでもねこれはちょっと大きめだと思います。僕が着れそうです。はい、こちらね背中も状態いいですね。こちらで7800円に消費税です。 7% 尽くしですが、はい、続いてちょっと新しめのペンドルと、はい、ミディアムサイズ、黒白チェック非常にいいですね。このちょっとウエスタンシャツです。ミディアムサイズ、ウエスタンシャツだとね僕は T シャツでちょうどいいサイズ感だと思います。はい、後ろもこれも非常に綺麗ですね。はい、状態も非常にいいです。あとはね黒白チェック、これはやっぱ一番、色目的にもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてシャンブレシャツ、ビッグマックです。もうちょっと肩のここにね少しダメージはあるんですが、はい、
町なしタイプ、60年代あたりでしょうか。はい、着丈もいいですね。でちょっと全体的にね、色あせてる感じも雰囲気もいいと思います。あとサイズ感がいいです。15ぐらい、はい、僕が多分ねピタッとジャストサイズ、結構着れる人多いんじゃないでしょうか。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてファイブラザーですね。はい、ネルシャツもね最近オーバーサイズが流行ってる傾向です。こちら 2XL、はい、僕が合わせてもこんなサイズなんです。かなりね、スウェットの上に、なんだったらこのチャンピオンのパーカーの上に着る人もいます。そしてねこれファイブラザーズですが、ウエスタンスナップボタンのウエスタンなんですが、裏がねこれキルティング付きです。はい、これもね、結構ねあったかいですし使えます。あとね黒白チェック、はい、このもう完璧です。はい、こちら9800円に消費税です。続いて、はい、相変わらずの人気です、リバースイーブ。はい、いいですね、トリコのラージ、はい、ネイビーボディです。ペンステート、このねひび割れ感非常にいいのと、まあ、僕よく言うんですけどね、このね、80s トリコのちょっと素材が好きなんですが、ラージサイズ僕のサイズです。はい、僕はいつもねラージ着ております。まあ、これも同じラージトリコなんですが、はい、状態非常にいいです。このねひび割れプリントも最高です。ペンステート12800円に消費税です。はい、続いてこちら刺繍のエクストラージ、はい、こちらは黒のラバープリントです。いいですね、この黒のプリントってやっぱ少ないです。はい、XL 自分がゆったり着れます。はい、グレーボディ状態はね非常にいいんですが、気持ちねこのプリントの下にちょっとだけシミがあります。それぐらいかなと思うんですが、まあ、黒プリント最高にいいですね。はい、こちら15800円に消費税です。続いて刺繍のエクストラージ、同じくですね、はい、アイオア、こちらもラバープリント、ここの下はね WXL と書いてあるんですが、ボディは XL です。はい、たまにねチャンピオンあるんですが、これもちょっとだけ気持ちシミがあるぐらいかなと。あとボディの状態は非常にいいです。はい、 XL ゆったりで着れます、僕が。はい、状態いいですね。まあ、もちろんアメリカで選択した乾燥機も入れてきてますので、まあ、今後ね染み抜きとかちょっとしてっていただければ汚れもそんな気にならないと思います。はい、プリントも可愛いです。こちら12800円に消費税です。はい、続いてこちらダブルエクストラージ、はい、リブがネイビーボーダーの、はい、ラバープリント、そしてこれ肩にもね入るプリントですね。はい、これもね状態非常にいいです。あとダブル XL、まあ、結構ゆったりですね。はい、自分でこのぐらいの着丈になります。いつも言いますが、女性がねワンピースっぽく着ても可愛いかなと思います。状態は良くて、まあ、ダブル XL というだけですね、ラバープリントも非常に可愛いです。こちら9800円に消費税です。続いていいですね、トリコのミディアム、はい、ボディこのねオリーブグリーン珍しいんですね、結構ないと思います。僕もこれのね同じちょっと色が若干違うんですが持ってます。まあ胸ワンポイントです。そしてねちょっと焼けがあるので、まあ言い方ですけどちょっとねミリタリーっぽく見えるような、軍物っぽく見えるリバースみたいな。はい、ミディアムちょっと僕はね小さめですが、はい、ちょっといい意味で雰囲気出てます。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェット、はい、こちらタグは欠損してます、緑ボディボストンカレッジ、こちらねラバープリントですね。はい、ミディアムサイズぐらいだと思います。うん、女性がね結構ピタッと着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、もちろん男性でも着れる方いると思うんですが、全体的に色が少しフェードされてます。はい、その分お安いですね、7800円に消費税です。はい、続いてパーカーアコムですね。こちらねボーイズサイズだと思います、ラージサイズ。はい、まあ女性ねが着ると非常に可愛いんですが、アコムのシリーズは基本的に無地だったり、まあ、ツートン、はい、ただねこのまた
こういったボーイズのシリーズですかね。これネイビーもあるんですが、このちょっとパイピングのような、はい、ここにもこういうラインが入ってます、はい、もうアコムらしいね、このでも数が少し少ないので、はい、これねぜひ女性に着ていただきたいなと思います。白ボディでアコムパーカー、こちら 25,800 円に消費税です。続いてこちらタグが欠損してますね、黄色ボディの黒のラバープリントですね、はい、ウィスコンシン、はい、もうアメリカのね、ちょっとすいません、サイズおそらくラージサイズ縮みですね、はい、ちょっと自分小さめです。だから黄色ですけどボディの状態が非常にいいです、はい、プリントも黒っていうのがいいですね、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてアウトドアパタゴニア行きましょう、はい、こちらサイズがラージサイズ、はい、まあベストですね、はい、パフボールのベスト、まあ、黒ラージです。僕が多分ねスウェットの上からでも全然着れます。リバースの、まあ、今日パーカー着ちゃってますがスウェットの上から普通に着れるサイズ感です。状態非常にいいですね、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてノースフェイスですね、はい、まあ、黒黒こちらサイズがエクストララージ、はい、まあ黒全部黒というのはね、まあ、合わせやすいんじゃないでしょうか。自分も、XL はちょっと大きめです。僕が多分ラージサイズで合わせるぐらいですね、はい、こちら状態も非常にいいと思います。黒黒でこちら9800円に消費税です。はい、続いて、バッグを2点、もう定番のコーチバッグです。まあ、女性にねもちろんおすすめなんですけれども、はい、すいません、コーチ中もね状態これすごい綺麗です。ほとんどねこれ多分使ってなかったんじゃないかなっていう程度ですね。このまあ女の女性が持つと可愛いサイズ感ですね、はい、ちょっとまあ携帯とかねちょっとずつ財布とか入れるのにちょうどいいんじゃないでしょうか。赤のコーチバッグ、こちら9800円に消費税です。そして黒のねリュックです、はい、これもね小ぶりです。女性が、まあ、使うのにいいんじゃないでしょうか、はい、コーチ。こちらも中もね綺麗ですね、はい、革質もねすごいこれも状態いいと思います。ちょっと僕はショートこんな感じになっちゃいますけれども、はい、こちらも女性におすすめです、こちらで9800円に消費税です。はい、ちょっとヴィンテージ混ぜていきます。はい、こちらセーターですね、 US ネイビー、こちらでサイズがですねちょっと表記が、あ、ラージサイズですね、エクストララージです、すいません、エクストララージ、確かに僕がゆったり着れる感じです。なかなか大きいのねないのと、こう状態もねこれも非常にいいです、はい、後ろも裾口かな、ここがちょっとだけこのポツポツとほつれがあるくらいですね。ボディの方はそんなに、状態がダメージはないです。はい、こちら、12,800 円に消費税です。はい、続いてジャケットカーハートです。ネイビーダックの、フードなんですが、サイズ表記はねちょっと欠損してます。おそらくねでもスモールサイズかなと、はい、ただねネイビーこのねナスコンにいい感じになってるのと、はい、先ほどからも見えてると思いますけど、なぜかこれ STP のワッペンがついてるのがまた可愛いですね、はい、ダボット羽織るとよく、言います。僕はラージサイズでダボットになると思うんですが、まあ、おそらく S サイズぐらいですね、はい、まあ、細身の男性着てもかっこいいんじゃないでしょうか、はい、こちら7800円に消費税です。ミリタリーいきます、はい、M65、はい、アルミジップですね、アルミジップ状態いいですねこちら。そしてスモールレギュラー、はい、スモールレギュラーは僕が T シャツ1枚だとジャストで切れます、はい、まあ、細い男性だったらね全然問題なくいけますし、はい、やっぱこの、ね、アルミジップ見た目がねちょっとかっこいいかなと思います、はい、こちらで 12,800 円に消費税です。続いてちょっと珍しいですね、はい、こちらラングラー70年代ですね、思いっきりもう襟がもうビヨンと長いです。デニムのライダース、はい、まあ、形的にねちょっと細身です。どちらかというと
男性より女性よりだとも思うんですが、はい、サイズ表記こちらもね、ちょっと M サイズ、はい、M サイズ表記大体ね、でも見た目でいくと36ぐらいに見えます、はい、結構ね本当に、まあデニムのライダース自体もちろん少ないと思うんですが、まあ、こういったラングラーがね、まあ、当時70年代ピーターマックスとかと一緒にやった頃と同じ年代だと思います、非常に珍しいし、あと、まあ、女性が着てねかっこいいと思います、はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いてカバーオールなんですが、これも久しぶりに僕見ましたね、はい、タグはこちらのボタンの方、スターブランドですね、シルバーボタンでこの赤の彫りいいですね。そしてコットンのね、ツイルです、はい、ネイビーのツイルですね。サイズがですね、おそらく42から44ぐらいあると思います。ちょっとゆったりするんですが、着丈がねそんなに長くないのがいいと思います。状態非常にいいですね。そして三つポケのシルバー四つボタン、はい、年代的にもねどうですかね、40から50s ぐらいでしょうか、はい、袖もねちょっとダブルカフになったりとかして、作りはね結構いいと思います。ちょっとねダボっと着ても着丈が短いのでこれはね合わせやすいと思います。スターブランド、はい、こちら 49,800円に消費税です。続いてチャンピオン、こちらいいですね。もういわゆるランナーズタグのこれ古いですね、サーティが40ぐらいですかね、黒タグ、はい、カーディガンです、黒のカーディガンで愛というねワッペンが一つだけ、はい、こちらもそんなにね虫食いもないです。非常に状態はいいです。ただねサイズがちょっと36ぐらいだと思います。僕はちょっと細いですね、はい、うちのスタッフもね最近細い子多いんで多分ちょうどいいサイズ感だと思うんですが、はい、マッコンコンです。マッコンというか真っ黒です。こちら59,800円に消費税です。ゴーキュッパ。続いてサマーフライトジャケットですね。こちらも状態見た目いいです。サイズ表記40ですね、 US ネイビー、はい、もう見た目がだいたいこのね袖口とかに少しダメージきたりするんですが、もうピンピンです、はい、いいですね。この四つポケタイプ、襟もこのねショールカラー、僕もこれ大きいのが出たら欲しいんですけどね、はい、こちら 49,800円に消費税です。続いてパンツいきます。はい、定番のねベーカーです。ベーカーのちょっとオールドの方ですね、ボタン違います。そしてこちらサイズ表記ねちょっとねうっすらですが、こちらエクストララージかな、結構大きめです。実寸がね38/29、もちろんね大きい方もいらっしゃいますと。なかなかねベーカーも大きいの少ないのかな、これやっぱりこう程度がいいですね、はい、もちろん腰巻きしてもかっこいいと思いますし、ちょっと、小穴があるぐらいですかね。こちら古いタイプのこのアジャスタータイプですね、はい、こちらで7,800円に消費税です。はい、続いて、4号カーキーオールドの知能です。はい、こちらのボタン大きい方ですね。そして内側、あ、このプリントがねこれだけ綺麗に残っているということは状態が非常にいいということですね、はい、年号も全部入ってます4号、はい、こちら、もう状態がねこれもいいですね、実寸です。こちら実寸が、ニッパチのニッパチニッパチニッパチ、はい、おそらくね表記は1個上だと思います。29とか、はい、レングスもね28、ちょっと裾はねおそらく当時、上げられてると思います。はい、もうちょっと綺麗にね上げ直せると思います。意外と女性履いてもかっこいいんじゃないでしょうか。結構太めでポンと、はい、安いですね。こちら12,800円に所有です。はい、続いて定番の501の USSA です。はい、こちら343に表記なんですけれども、もうマッコンコンです。ただね裾を当時、移植で上げております。これ裾上げするので、ね、3000円以上かかるんでねちょっとお金かかってるんですが、はい、今実寸が、3428です。あえてちょっと短く、はい、いいんじゃないでしょうか。まだね毛払ってるんでのり付けしてもいいと思います。
はい、こちら9800円に消費税です。はい、お久しぶりですね。66後期です。はい、トップボタンが6ボタンの、はい、こちらパッチが3434、はい、ゴールデンサイズですね。これはもう完全に僕のサイズです。はい、スモール E のチェーンステッチですね。特にね、大きいダメージはないのと、もうこれもね、うっすらひげ、耳のあたりちょっとここ寄ってますが、こちらは綺麗に出てます。もうね、赤耳、まあ66後期から赤耳にかけて、こういったね、色の薄いのが、まあちょこちょこ昔あったんですけれども、最近ね、状態のいい赤耳全然出てこないです。まあ66後期、はい、しかもゴールデンサイズ3434表記、実寸、実はね3331ですね。ちょっとレングスが縮まってます。いいですね、合わせやすいと思います。僕が多分ちょうどジャストサイズですね。はい、僕も何本か持ってますが、やっぱこういうね、綺麗な落ち方してる66後期なかなかないです。わあ、安いですね。こちらお値段19800円に消費税19%です。続いて、これいいですね、このブリーチ感、はい、501WX です。はい、こちらベルトループがね、センターループ赤タブはちょっと欠損してます。はい、そしてトップボタンの銅のこちらもね、銅を使ってますということは、はい、片面の年代ですね。片面から両面頭、はい、サイドステッチはね、短いので、おそらくレザーパッチの、最後の、あ、いわゆる最後の方ですね。はい、片面の最後の方、53年あたりから、まあ、4年あたりじゃないかなと思います。はい、もうストレート、ただね、ちょっと残念なのが裾上げされております。はい、実寸がですね、こちら3528、レングスはもうちょっと多分長かったんだと思います。はい、ただね、裾チェーンステッチ上がってるんですが、まあロールアップして合わせてもらってもいいかと思いますし、このねブリーチ感がね非常に、やっぱり自分でね作るのも作れないのでいいと思います。はい、こちらですね、 WX 59,800円に消費です。59%ですね、うん、安い。さあ続いて、はい、リーバイスファースト 506WX です。はい、お探しの方もね非常に多いと思うんですが、こちら見ていただくと色落ち凄まじいです。はい、こちらもあの元、あとね、元のこの色の深みがすごい残ってます。こういうのっていうのは色落ち、こういうふうに綺麗な髭落ちとかで蜂の巣が出るというのは、もともとデッドストックの状態からしばらく来てたんだと思います。そして色が落ちた後に、まあ数回現れた。なので最初からジャバ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 洗ってると、やっぱりどうしてもねブルーの色に近くなっていくんですが、この濃い濃紺がしっかり残ってるっていうのは、やはり洗いがね最初の頃洗ってなくて、そのまま傷つけてたっていう証明です。後ろスライドバックルなんで50年代ですね。はい、サイズがですね、おそらくパッチ表記36の縮みだと思います。実質がね34ぐらいです。まあ、その点ね、これだけの色落ちと、はい、あとお値段ですね。はい、こちら298,000に消費税です。女性でね着れる方いても、もちろん着れる方多いと思うんですが、ちょっと頑張ってもらえたら、これだけのね色落ちなかなか出ないです。あと程度もね綺麗です。続いて、30パフの、セールコーナーになります。はい、冬物ですね、こちら、ノースの、デナリー、こちらが、ね、サイズがメンズの S サイズです。まあ、S サイズこれ、ね、女性でも着れると思うんですが、このブルーに黒、結構ね色目的にもかっこいいんじゃないでしょうか。状態もね非常にいいです。はい、こちら9800円の30パフになります。続いて、はい、定番のゴアテックスパーカーですね。こちらミディアムレギュラー、はい、ゴアテックス、まあ、これユーズドですが、まあね、雰囲気もいいと思います。ミディアムレギュラー、僕がね、ジャストサイズですね、ちょうどいいサイズ感です。はい、こちら12,800円の30パーフになります。はい、続いてリーバイスのボアジャケです。はい、ケミカルウォッシュですが、こうタグがねちょっと欠損してます。サイズがおそらく40ぐらいですね、自分がちょうどジャストサイズです。はい、色のね雰囲気は非常にいいと思います。うん、タグだけですね欠損してるのは。
はい、こちらも 12,800円の30%オフになります。続いて D のボアジャケ、はい、ストームライダータグですね、はい、サイズ表記こちらもちょっと欠損して してます。サイズがおそらく38から40ぐらいです。ロングタイプ、これで形的にもねあまり、見かけないって言いますか、まあ、普通ストームライダーだったらねあのショートのタイプです。これロングタイプ、まあ、カバーオール丈で着れるボアジャケです。こちら 15,800円の30%オフです。はい、続いて、パタゴニア、これねいいんですね、雪なし、はい、スーパーアルパイン、サイズラージです、はい、ちょっとね中の内側このいわゆるパイピング、これはねちょっと劣化して剥がれてしまいます。もう僕もね何着か持ってて剥がれたのはもう全部切っちゃってます。特にねあの大きいダメージが出てこないので、まあ、外見非常に綺麗です。内側のテープがね剥がれてる部分はもうちょきちょき切っちゃっていただければまだまだ使えると思います。内側のねこのパープルもやっぱかっこいいですね。あと雪なし93年頃でしょうか。はい、こちら 29,800円の 30% になります。はい、本日のご紹介は以上になります。ベルベジの方ですね、買い取り、委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせいただければ対応いたします。それと、ベルベジンですね、あの23周年を、迎えることになりました。ちょっとね後ろ見ていただいたらまたデニムなんかもね結構入荷しております。24年目スタートしますので、頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。